さあ今回も新たな思い出をね探していきたいと思います。街を散策していきましょう。すでにね5つ思い出をね思い出しているんで、今回は6つ目の思い出になると思われます。あ、やっぱなんかあるよね。毎回ね出かけるときにこの姿見、何か起きます。あー、呪いが進行してるんだよねこれね。早くね思い出探さなきゃ。あ、電気消えた。な、なに、お姉さん、お姉さん、やっぱりあのお姉さんって幽霊なんかな。外に出ましょう。さあ今回はねこの公園のさらに奥の方に行ってみましょうか。あまり行ったことないんでね。うん、進んでいきましょう。あ、なに、びっくりした、びっくりした。いきなり女のお化けが落ちてきた。あ、ここ橋がありますね。渡っていきましょう。あまり来たことない方かな。渡っていきます。なんだ、人で、人での影、なにこれ、触ったら死んじゃうかな。なんかいっぱい人での影がある。なにこれ、お、なんかこっちへ来いみたいな感じ。なんだ、電車の音する。怖い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 。いやもう終電過ぎた時間やろ多分。お、踏切がある。なんか落ちてるぞ。踏切の前で貝殻かな。なんだ、何、電車全然来んな。改めて拾いましょうか。くすんだ貝殻だ。これについて何か思い出せるかも。くすんだ貝殻を拾った。これ通れないってことだよね。うん、一旦お家に戻って思い出を見ていきましょうか。そしてまたこの踏切に戻っていきましょう。さあお部屋に戻ってまいりました。先ほどの貝殻の思い出見ていきましょうか。これかな。くすんだ貝殻、思い出を見返す。なんだこの穴、神社の境内。あ、お姉さん来たね。あ、お姉さん行っちゃった。あ、何か穴に落としちゃったね。この穴危ないね。子供が落ちたりしそう。中に何かいるんじゃない、穴の中に。今回はこの神社を探索することになるんかな。では思い出の場所を探しに行きたいと思います。神社みたいなとこだったね。先ほどの踏切を渡って神社を探していきたいと思います。さあ行きましょう。さあ先ほどの踏切、あ、渡れるようになってますね。この星形の石碑、なんだろう、不思議な形の石碑だ。それだけ？じゃあ奥へと進んでいきましょう。神社あるんかな？ここは鍵がかかってそうですね。うん、鍵がかかっているみたい。いけないようです。あ、お地蔵さんがあった。なんだ？なんかいる？とりあえずタッチしておこう。どっちに行こっかな。ここは行けるんかな。あ、ここ死ぬんだ。赤い水たまりみたいなの死ぬんだ。はい、というわけでもう一回やっていきましょう。この赤い水たまりみたいな血なのかな、これ血の跡、これ触れると死ぬみたいですね。こっちは行き止まりかな。
ということは、この北側、上側を進んでいくことになりそうです。なんか神社あってもおかしくないな、これ。雰囲気的に。神社っぽいぞ。この階段の感じ。二手に分かれてますね。こっちは出口かな。何か落ちてる。カラフルな鳥の羽。見慣れない色の鳥の羽。赤と黄色、緑の三色。そんな鳥おる？夜の街に落ちててもよく目立つ。どんな鳥が落としたのかな？化け物の鳥だろ、それ。ここは、行き止まりですね。では、こっち側かな？あ、鳥居がある。あ、これ思い出の神社じゃないかな。穴もあるし。すんなり見つかりましたね。ここ、見覚えがある。私、ここに何かを落としたはず。思い出だと何か落としてたよね。そこへ入る場所があるって聞いたことがある。あるの？探してみようかな。めちゃめちゃ危ないよ、ここは。なんだ？何か落ちてる。さっきまでなかったはずなのに。調査報告書？紙の切れ端だ。当該地域は、崩落の危険性という情報を流した上で、立ち入りを禁じてください。なんとか様。なんか黒塗りされてるね。なんとか様の、なんとかの際に、特定の手順で儀式を進行する。当該地域でのなんとかが発生するとされています。どこからちぎれてここに来たんだろう。髪の切れ端1位。うん。港で見つけた髪の切れ端、印刷されたプリントかな？大きく破れちゃっていて、ちゃんと読むことはできない。何が書いてあったのかな？興味津々。看板は？うん、紙が貼ってある。この穴は洞窟に繋がっています。洞窟。絶対に物を落とさないように。って書いてある。もう落としちゃったんだよ。昔、うん。特にないかな？じゃあ、これで神社終わりなんだ。戻ってもいいけど、なんか他にあった？次どこ行けばいいんだろう。あの血の水たまりがあった場所が通れるようになってるとか？あ、通れるようになってそう。人で。あ、通れる。こっちだ。はい。で？あ、またここ通れそうないですね。うん。というわけでこっち側かな？うまく誘導されております。フェンス。開かない。何か落ちてるけど、ここ入れないから、ちょっと一旦無視するしかないね。あ、何か光ってる。お地蔵さんもあるね。一旦お地蔵さんタッチしていきましょう。嫌だ。嫌だ。これは10円かな？ OK。こちら側も行けそうにないですね。こっちもダメだ。では、こっちですね。お？百葉箱がなんか封印されてる。赤いテープ？不思議な模様の百葉箱が置いてある。これ模様なの？百葉箱の扉は固く閉まってる。あ、よく見ると人手のマークがついてるんだ。百葉箱に。この看板は？この先洞窟。立ち入り厳禁。どうやらこの先が洞窟になってるようですね。うん。こっちは？こっちは海になってるのかな？堤防の先っちょになんかあったりしない？灯台か。
特に何もないですね。うん。海の波の音がね、しますね。灯台ね。灯台入れるのもあるかなと思ったけど、入れそうになかったですね。では、洞窟に向かっていきたいと思います。この先洞窟。どんな恐怖が待ち受けてるんだろうか。ワクワクするぜ。何か落ちてる。錆びたネジ。錆びで赤っぽくなった大きいサイズのネジ。大工さんが落としちゃったのかも。何に使うかわからないネジってなんだかワクワクする。はい、浜辺ですね。お地蔵さん、お地蔵さんの間隔が短いからなんか襲ってくるかも。あ？これ洞窟じゃない？岩が崩れちゃって中に入れないんじゃないかな。あれ？ここが洞窟だったはず。どうして入り口が塞がってるんだろう。入る方法を探さなきゃ。他に入り口があればいいんだけど、なんだ？また何か落ちている。あ！また紙切れが落ちてる。なんだろう。お、さっきの調査報告書の続きかな。さっきのと同じ紙かな。なんか四角の中にね、箇条書きで5つ書かれてますね。塔を4回ノックする。水に濡らした紙を鉄製の箱に収める。死んだ魚を池に投げ込む。祠の壺をもう一つの祠に運び、釣り針を、なんとかを大きな光の下で海に投げ、塔を4回ノックする。これなんかやらないといけないのかな。なんかの儀式の手順ってことですよね。うん、紙の切れ端2だね。どうしたらいいんだろう。まず塔を4回ノックするみたいなことあったけど、扉なんてあった？どこに行けばいいんだ。あ、閉まってる。え、扉ってここのこと？これで1回ノック。あれ、さっきまで開いてたのに。おお、わあ、なんか来た。何これ、変な魚。おいおい、あ、いた。あ、こっちまで来ない系。消えた。何あれ、なんかポケモンのランタンみたいな、ランタンが凶暴になったみたいなね、感じでしたね。びっくりした。これ扉4回ノックしたことになってる？怖くて×ボタン連打しちゃったんだけど。そういえばあの紙、おお、お、人手マークついてる。オッケーってこと？いつの間にか印がついてる。ただの調査報告書じゃねえこれ。不思議な力がね、宿ってますね、この紙に。怖えな。あれ、次なんだっけ？なんか鉄製の箱になんちゃらみたいな。ちょっと一回見るかも、一回。ちょっと待てよ。拾い物で、調査報告書ってどれだ？これか。詳細表示。水に濡らした紙。鉄製の箱に収める。鉄製の箱ないもんな。百葉箱って、木だよね。どこでやるんだろう。鉄製の箱ってなんだ。ちょっと一旦戻ってみます。あ、ここ行けるようになってる。こっちかな。うわっ、あ、なに、あ、え、これ釣り針？大きい釣り針。なんか釣り針も箇条書きにあった気がする。手に取る、取る。何？祠の中で見つけた釣り針、見たこともないくらい大きい。これでどんなお魚を釣るのかな。針の先っちょは鋭くて触ると怪我をしてしまいそう。
なんかドクドクしてるんだけど、なんかいるの？掲示板にポスター、港町のお祭りについて。もうすぐ港祭りです。平和だね。絶対にお祭りまで針に手を触れないようにしよう。え、針ってさっきの釣り針のこと？何？って書いてある。え、これ釣り針持ってるからドクドクしてんの？え、そういうこと？釣り針持ってるから死んだんじゃない？釣り針は触っちゃいけなかったのか。ただこっちの方向っていうのは多分合ってるんだよね。釣り針触らずに、他に何かないか。鉄製の箱に、なんか入れるんだよね。濡れた紙を。ん？ロープかな？触れないね。ここは？なに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 ？びっくりした。え？なに？なに？なんでドクドクしてるこれ？取っちゃダメなのこれ。なになになに？怖い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 。やっぱりこのなんか板、使うのかな？もしかしてここにかけれて向こう側に渡れたりする？よいしょ。これなにこれ？なんで潮吹いてんの？あれ？なに？なんか音しない？なんか来てる！なんか来てる！でかいカニ来てる！でかいカニ！なにこいつ？びっくりした！でかいカニ来てた！なんか祠がある。ん？この祠は閉まってる。開ける。おお、なんか壺出てきたけど。小さい壺。借りる。大丈夫これ。借りて。祠の中で見つけた壺。手に乗るくらいの大きさなのに、ずっしりと重さがある。蓋が閉まってるから入ってるものはわからない。ちょっと待てよ。もう一度、見よっか。詳細表示。祠の壺をもう一つの祠に運びってやつよね。これをゲットしたのか。あ、釣り針のとこにこの壺を持ってって交換するってことかな。なるほど、なるほど。それをゲットしたんだ。箇条書きの2個目を探していたんだが、先に別のやつをゲットしたってことね。うん。さっきのでかいカニの化け物みたいのはもういなくなってますね。釣り針をゲットしに、祠まで戻りましょうか。こっちですね。よいしょ。ここですね。釣り針と壺を交換と。入れ替える。よーし。これでいいんじゃないかな？あ、確かに死なないぞ、これで。他は何かある？これなんか難しいな、このギミックね。ここは通れない。まあ、通れる範囲で探せばいいのかな。ここはなんだ？カラスがいる。公園？あ、なんかある。死んだ魚じゃない？こんなところにお魚が落ちてる。あ、なに？何？ガチャンって言ったぞ。何？なんか変な化け物。さっきのやつだ。さっきのやつだ。ちょっとあいつは無視でいきましょう。ここも通れるようになってる。よいしょ。鉄道の鍵。何に使う？鉄道会社のロゴが書かれた錆びついている鍵。そういえば、海の近くは物が錆びやすいって聞いたことがある。おお、どこの鍵だ？これか？お？開いた！鍵かかってなかったっぽいな。いるいるいる！いっぱいいる！いっぱいいる！いっぱいいるいっぱいいる！いっぱいいる！ここ何？ここ何？ここは何の場所？
木の橋がある。あ、ここになんか投げ込むんじゃないかな。真っ黒い水が溜まってる。何か投げ入れてみよう。お魚じゃない？おい、おお、食べられちゃった。え、一応これでクリアしたんじゃない？箇条書きの一つを。もう一回紙切れ見てみよう。おお、というわけで三つ箇条書きクリアしてますね。残るは二つ。一つが二番目の水に濡らした紙を鉄製の箱に収めるっていうのと、最後のなんとかを大きな光の下で海に投げってやつですね。うん。他に行ってないところ、さっき手に入れた鍵使ってないから、どこかで使えるんだよね。鍵閉まってたフェンスってもう一箇所あった気がするんですけど、あ、お化け消えてるな。で、ここは最初のお地蔵さんとこだよね。こっちの方に鍵のかかったフェンスがあった。あ、ここここここ。ここの鍵じゃないかな。さあ、鍵がかかっている。これかな？鉄道の鍵開いた。また魚いるな。ただ動きが遅いからどうってことはないね。建物がある。駅かこれ。錆びた箱、錆びたってことは金属の箱？鉄製の箱？ここに濡れた紙を入れるってことじゃないかな。濡れた紙ってどうやって用意するんだろう。うわうわ、通り抜ける。オッケーオッケーオッケー。何か落ちてる。干からびたナマコ？何これ？干からびた変な生き物。確かナマコって名前だった。生きてる状態を見たことがない。なんでこんなところにナマコ落ちてんだ？それぐらい？ここ通れない。おお、ちょっと待って、ちょっと待って、怖い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 。危ねえ。あ、なんか光ってる。これは？あ、キーアイテムっぽいな。ん？電車の音？幽霊列車やん。濡れた切符、あ、濡れた紙。港の駅の近くで拾った水で湿った切符。濡れてしまって、ふにゃふにゃに柔らかくなってしまっている。これをあの、箱に入れるんだ。こっちは？お祭りのチラシ。どこからか飛んできた港町のお祭りのチラシ。神様を祀るための儀式で、この日だけ洞窟の入り口を町の人たちが開くらしい。お祭りが開かれると洞窟に入れるってこと？それ以外の日は塞がってるみたいですね。だからさっきあの岩で塞がってたんだ。なるほどね。ってことはどうすりゃいいんだろう。お祭りなんてこんな夜に開かれるわけないよね。まあ、とりあえずやれることやっていくか。箱に切符を投入しましょう。何か入れてみようということで、濡れた切符を投入。錆びた箱に濡れた切符を入れた。なんで？なんで？どうなった？え？またお化けが消えてる。何の音？サイレン？どこから聞こえてるんだろう？サイレンといえば、あ、人手がある。サイレンといえばやっぱり灯台からだと思うんですけど、あ、ここ通れるようになってますね。こっちから灯台の方に行けるのかな。とりあえず人手についていきましょう。あ、ここに来たわけね。こっち？こっちみたいですね。
さあ、ここも通れます。ここのお地蔵さんって触ったよね。一応触っておきましょう。また海の方、灯台の方に向かってるみたいです。あ、灯台に明かりがついてる。さっき来た時は真っ暗だったよね。いつの間に？なんか百葉箱もこんなカラフルだっけ？あ！さっきは閉まってたのに、あ、ちょっと開いてる。うわ、なんかあるよ。中に干からびた人手が置いてあるみたい。干からびた人手って持ってっちゃダメだろ、それ持ってっちゃダメでしょ。干物みたいに乾いているミイラみたいになった人手、どうしてこんなものが百葉箱に入っていたんだろう。じゃあ行きますか、灯台の方にね、行きましょう。あれ、あと一つ箇条書きクリアしてないよね。最後の箇条書き5つ目、なんとかを大きな光の下で海に投げる人で、もしかして大きな光って灯台のことだよね。人でかな、ちょうど3文字だし。どうする、投げ込みますか。そういえば大きな光の下ってこれのこと。干からびた人手を海へ投げ入れる。まあ投げましょっか。なんかやばいこと起こりそうだけど。おお、海になんかおるやん絶対。さっきも魚をバクンって言ってたからね。これでいいのかな。あ、何か落ちてる。なんでしょう。あ、切れ端ですね。これっていかなる理由があっても禁止してください。あ、さっきの箇条書きの下の部分ですね。当該地域で以上の行動を一晩で行うことはいかなる理由があっても禁止してください。やっちゃった、めちゃめちゃやっちゃった。後出しやん、後出し。もしかしてやっちゃいけないことを。もう禁止するんだったらね、先に禁止っていう文言をさ、箇条書きの前に書いてください。後出しだよそれ、後出し。うわあ、灯台がまたサイレンを鳴らしている。何？なんかいる？めちゃめちゃ不気味なんだけど音が。何？うわー、え、人で？人で？スターミーかな？スターミー、スターミーがいっぱい。人でマンとスターミーがいっぱい。なんだここ。気持ち悪い。ハスコラみたいだよね、ハスコラ。気持ち悪いよ。あ、気持ち悪い。あ、人でもいた、人でも。うわー、ポケモン祭りじゃー。洞窟の方に行けばいいのかな。もしかしてこれで洞窟が入れるようになってるとか、そういうこと。意外と人では襲ってこないですね。洞窟開いてる。やっぱり引き返せなくなってしまった。洞窟に入るしかない模様。こうなったら気合い入れていくぜ。いざ洞窟へ行かん。またまた暗いです、真っ暗ですよ。